この番組では多摩の昔を訪ねて町の移り変わりや人々の暮らしぶりなどを多摩の語り部峯岸正蔵さんに伺っていきます多摩は大きく変わりました今私たちが通っている中央大学のキャンパスもこの多摩にあります昔の多摩はどんなところだったのかそんなことを知っていただくための番組ですお話を伺うのは 私たち中央大学放送研究会の学生と私、前岡陽子です。どうぞお楽しみください。峰井さん、こんにちは。こんにちは、えー。今日もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さて、えー、5月になりましたけれども、 去年の5月からこの番組はスタートしたということでちょうど1年になりますああそうなんのかなそう言われてみるとは 1>, 1年 1> あの多摩市にありました FM 多摩というコミュニティ放送局が3月に閉局になって。 でリスナーであった中央大学の学生さんがぜひ峰岸さんの多摩の最時期という番組を継続してほしいということで中央大学のインターネットのラジオを使ってこの番組がスタートできたということなんですそうです改めて前を振り返ると私のような年寄りがそういったものに参加してもらうということはいや 若い者の仲間入りしてもらったてことはありがたいなと思いました。この一年いろいろありまして、この番組があのー、新聞で紹介されたり、写真も載りましたね。ね、あのー、このコミュニティラジオの大切さっていうのが大変残念ながら今回の東日本大震災でまた改めて見直されましたよね。まあね、あのー。 確か防災無線っていうのはあってもやっぱり地域情報っていうのはきめの細かいことをしてくんではこう,こ,のこういう放送が必要だっていうことを改めて再認識したらしいですよ。うん、ということでまあ,あの多摩にはコミュニティ放送局なくなってしまいましたけれどもこの中央大学の、えー、インターネットでのラジオで皆さんに多摩の昔を 語るることとがが、できるというのが改めてこの東日本大震災で全てがなくなってしまったということを聞いた上でこのインターネットラジオでしたらいつでもどこでも誰でも聞くことができるしかも何回も聞くことができるというのを、えー、地方大学の学生さんに伺いましてこういった番組を させていただいているありがたさっていうのを改めて私は感じ取ったんです。そうですそういったお話を聞くと、いや私たちのただ喋ってることが、そういったことまで利用していただけるっという最深くにいたしました。 そうですよね。なんかあの写真もテープも何もかもなくなってしまったとっいう方たちの話を聞くにつけインターネットラジオだったらいつでもどこでも聞くことができるというのを聞きまして私も本当にこれからまた1年、この先続いていくわけですけれども改めてこの番組を大切にしていかなければいけないなという意義を正したようなそんな気持ちになっていまます。す。どうぞよよろろししししくくおお願願いいたしますいたこちこちらそ本当によろしくお願いします。 さて、えー、それではまず「歳時記」のコーナーからお届けしたいんですけども実はその前にあの先月ご紹介いたしました峰岸さんが出版した「桜物語」はい大変好評で、うん、まああの私が送った中でもそういったことを言ってくれる人がおりましたありがたいことだと思います。 私たちもあのいろんなところから「欲しい欲しい」という声を聞いていてもしかしたら足りなくなるかもしれないというような状況になっているんですが、はい、あのその中で、えー「FM 多摩を聞いていてくださったリスナーの方々もいろいろとあのお手紙をくださったりして中には今でも「FM 多摩にダイヤルを合わせているというお手紙をいただきましたね。 そうですねあの初めて城大学の学生さんがやっててくれるなんて言ってそれを聞いててくれるなんて言ってましたからね。ねえー、本当にこの「桜物語」峯岸さんが、えー、新しく出版したものですけれどももし興味のある方がいらしたら是非インターネットの方に載せておりますのでご覧いただきたいと思います。 さあそれでは「歳時記」のコーナーをお届けいたしましょう、はいえー、このコーナーでは季節に応じて「玉の昔」を伺っていますさて5月といいますと本当に気持ちのいい季節ですよねそうですねうん何だかもう空気も澄んできているしあと風もなんか爽やかで何よりも緑が本当に気持ちがいいんですけどもこの時期玉というのは昔お蚕がいたが 監禁産業であったということなんですけどもこのお蚕が5月から始まるんですよねそうです一番先始めるのがね春ごっちんでもって昔も今もそうだけど5月のお節句が過ぎますと部屋を仕切りましてでもって種を返して。 えとあの期間が長いもんですからこの春子っていうのが約1ヶ月かかってたんだけど一番大きな眉でもって眉が大きいっちゅうのは糸の数が多いっちゅうわけでもって一番嬉しかった時ですよね。あのお蚕っていうのは家の中でで育てるんですよねそうです大体の3民中あのお蚕は脱皮をするんでもって4回脱皮するんだけど。 3回脱皮するまでは5月でもねやっぱり寒いこともあるんですよ。であったかい時の虫ですから3回寝て起きたからはうちの中を出してねいろいろ上層っていうがそれまではうち家の中でもって飼育します。で今のの葉っぱっぱていうのは あの新しく出た枝ではなくて去年に育った枝の中へ出る葉っぱですから葉が大きかったり葉の肉も厚いんですよ。ですから蚕も、まあ、人間で言えば普通の米を食ってるよりももち米を食ったとか栄養のあるような食ってるから余計前のいいのができたんじゃないですか なんか蚕が小さい時には葉っぱも刻んで与えたって聞いたことありますけどあそうそう小さ<ー>い時にはあの柔らかいのをつって先の方に出たら柔らかいのをしてでそれを細かく切って与えてだんだんにそういった大きくなって三面<ー>大きいんだ今だ葉っぱのまんま<ー>大きなまんま。

いやー、わからないけどカイコがく食べるくれいだからさずかし栄養があるんじゃねえかってうちの奥屋のおじさんはテンプラ投げて,て食ってたけど <laughs> <laughs> えクワの歯を <laughs> へ<ー>カイコが食えるのに人間が食えるのはおかしいなゃんて、ね、そうですよね <laughs> 美味しかったんでしょうかねいやー、あくあつよくてダメですよ <laughs> そうですか。<え><ー>まあ解雇だからね。うん、そうして眉がだ眉で虫が大きくなった虫が大きくなると、そう約一ヶ月。だ春が五月にやってね。大体その眉を作るのは六月の十日頃なんですよ。だ一ヶ月ぐらいかかって、うんえー、期間が長な長いから、うん、クワの葉を食う。 もう長いから立派な虫に成長してそれが立派なを作るわけです、はい、そういった眉でもって前にはどこの家庭でもお母さんやおばあさん娘がいる娘がいてでもってもうこれからずっと6月7月は忙しいからしないんだけど一旦たん前にしたものを乾燥機っていうのをかけて熱を加えて。 で中の虫だけ蚕のさなになってるそそれだけ殺しといてで8月になって農家がいくらか暇になってくると台所へ糸取りの機械を出しましてね繭を煮てで糸に通ったんです。で木糸にして、うん ートにして、揚げ場っつうのもあり寄屋っちうのもありそうした中でもって昭和4年から67年まではキー糸で売っててもっとうんと前からご存知のように帰へ6年にアメリカの黒船が横浜港へ来てでそれから日本の絹っちうのをこう ずっと輸出してたんだけど日本の機能がい一番いいっちゅうんでよてあじゃあそれを横浜に出荷したということですかでうちの方もねあの今ご存知のように金の道っうのは今の八王子の中に金の道はそ,そ,そこと同じですよう,うちはの八王子岡っちゅうのを使ってね<ー>横浜でうちの方から10両 40kg で間のせいつけてね 馬の背に乗せて切、うん、<ー>るだけなら馬の背って大したことないんだけどそれと同時に日本ではその当時は石炭が石炭地ちうものを知らなかったから土の中にせ石炭があると知らないからその代わりに炭を一緒にほいらは山林がいっぱいあったから炭を,を一緒に送ってて。そうすると多摩での換金産業っていうのは、えー、お蚕と。 解雇一番そうです、関係作業は。それとも、炭も炭をね、ずっとて,てだけど、ご存知のね、昭和教皇っていうのをて、昭和4年の時に、それまでは、一円に対して、絹糸が一問目八分。私たちのや一、一問目っていうのは重さ、わからないけど、一問目八分だったのが、昭和8年になって、 頃になってしまうと1円に40文目になってうんそうすると糸に取ってやす,するお母さん方がこれじゃって言うんでもってで前で売るようになったんですんそれで目をつけたのが長野県に片倉製紙っていうのは大きなうあの野麦豆腐だとかいろいろ哀愁をした女工哀愁があるそういったところのある。 工場がうちの方まで前を買い来ましてねじゃあそうすると本当にこう大切な監禁産業であったいわゆるお開口っていうのはこの5月から始まったということなんですねそうです一番最初でもって、うん、一番とこでも思い出になるちょうど今の時期が開口で始まる時ですありがとうございましたはいありがとうございました 以上最時期のコーナーでしたえ。番組の続きはこの曲の後でお願いします。はいよろしく。